はい、どうも私でございます。本日もロングダークチャレンジモード追われるものですね、やっていきたいと思います。さあ、天候も良くなったんで、今までダメだったことを全部一個ずつ潰して、で、天候が悪くて無理していってもダメだし、このまま川沿いを降りていって無理やり公民館のとこ行こうとしても途中で捕まるってのが分かったんで、やっぱり道中で納屋ですね、納屋の方を狙っていって、あ、来とるな。納屋を狙っていって、そっから回り込んで、で、公民館狙ってアイテムをゲットして、で、そっからプレザントバレーをさらば、で、沿岸のハイウェイに行くっていうやり方が、やっぱり一番いいのかなっていうのに気づきましたね。やっぱ天候が良くないとダメですね。あと、フレアをずっと持ってたら、後ろ向きの状態でもクマに襲われないっていうのが、多分ですよ。分かったんで。まあ、それをうまく使いながらしたら、小屋のところから公民館のところちょっと距離があるんで、そこはフレアを持ちながらずっと走っていったら、特に襲われなくて万全に公民館に行けるかなと。で、そこら辺で服とかアイテムを充実させて、そこから、沿岸のハイウェイを目指して、行くって感じがいいですかね。まだまだ十二分に余裕があるじゃないですか。いつもここだったら真っ赤っかでしたもんね。いつも天候が悪いのに無理やり行ってましたから。温めボーナスをもらってるわけでもないのに、この状態ってめちゃめちゃいいじゃないですか。やっぱ天候大事。もう天候が悪い中で住もうとしすぎてましたわ、本当に。それが、最大の、敗因ですね。ちょこちょこ火焚いて、松明持っていきながら。ただその何ですかね、切り替わり？松明がなくなって、また松明をやるときに、火がね、全然つかない。マジで。そこで失敗してやられてることが多いんで、そこをね、うまくやれれば、もうちょっとうまくいけるかなとは思ってるんですけど。行こう。まず目指すべきところは、小屋ですね。いや、多分服装が悪くないのかな。服装が悪くないからなのか、ちょっといつもより、まあ、天候がいいってのもあるんですけど、そんなに、寒気がひどくはないですね。ちょっと早めに火焚いて、早めに火焚いて、早めに火焚いて、で、温めボーナスのレイシーローズヒップティー使って、で、常に松明は持ってる状態にしておきたいですね。どうせこうなるんですから、どうせこんなになるから。何回も見せて気づきましたよ。沿岸のハイウェイのところぐらいまで行けたら、もう一気になんかこう、クリアできるところまで、夏の湖を、漁師小屋のところまで、行けるんじゃないかって思ってるんですよね。きっと。勝手なあれなんですけど。確か飲み物ってもうないんだよね。だから水を作るか。違い回り込んで、やりたいこと、布がないのか。布になるようなのってもう包帯にしちゃったか。あ、コーヒー作ろうか。ここでコーヒーバツにしましょうか。正直、一回水飲んで、コーヒー作りまくりますか。たら、後でだいぶ楽できます。コーヒー祭りっす。寒くなってきたな。コーヒー祭り開幕なんですけど。
コーヒー祭り開幕です。もうないね。じゃあローズヒップティーを作るのに確か15分かかるから、待ってくださいね。枝木を入れて、で飲んで温めボーナスと疲労ボーナスをゲットして、で松明持っていくと完璧じゃねえか。我ながら完璧すぎます。マガトとか、まだまだ先でしたよね、確か小屋に向かう先は。小屋に行こうとしたぐらいのところでちょうどクマが追ってこないか来ないかギリギリのところだと思うんですよね。ある程度の距離が済んだらクマが出てくるのかな。クマが出てきたら結局のところどうなんすかね。どうやったらいなくなるのか。なんかこう信号弾打ってもすぐ帰ってきますからね。まず納屋に、目指すは納屋、納屋目指して、で小屋のところ行って、でフレア使って、で公民館まで行くと。ワンちゃんもね、ちょっと気をつけないといけないですけどね。Die if I don't warm up soon. そうね、温めたいといけないってのは知ってるけど、まだ来てないね。まあ、ギリギリぐらいだと思います。あっちの赤の小屋のところに入れるか入れないかぐらいの時に、ちょうどクマが襲ってくるか襲ってこないかギリギリのところぐらいの。ところだと思うんで、やっぱ確実な安全策ってのが大事っすね。入ってない。さあ、とこの丘を越えて、丘を越え谷を越えですよ。服部くんがやってきたですよ。結構もうキワッキワだと思うんですよ今。後ろぐらいにもうクマが多分だいぶ近づいてきてるところまでは来てる気がするんで、巣が多分そろそろクマちゃんが登場すると思います。だけどなんとか来る前に駆け込めたんで、結果多分出てきた時にはもうクマがいそうですけどね。 OK、 やっぱめんどくさかったらあかんすよ。ロングダークなんて特にめんどくさがっていい風に、はに流れることなんてまずありえんすからね。こん中ってあったかくはないのか。じゃあ火を起こしますか。とりあえず。ちょっと寝ていこうかな。今から夜になるんですよね。Come on, little fire. 夜の中で、でもほらね。意味がわかんないでしょ。意味わかんねえと思うんだけど。そんなむずいっすか。そんなむずいかねと。いや、外でミスるのはわかるよ。この中でやるのはそんなむずいのかね。まあ、実際お前やってみって言われますけどね。そんなむずいやと。That's done. じゃあ水を一応2つ作れるように置いてて、で松明を持って探索をしよう。Could end up being useful. いいっすね、いいっすねって言っても正直持ってないところを温めたいんですけどね。持ってないところを温めたいですね。意外と即席で作る、即席で作った手袋と頭巾ってあったかいんですよね、結構。結構あったかいんですよ。
保存処理をした皮。一応こっちも見といてと。これいいガチャを引けたら、後々結構楽なんですけどね。ないね。こっちも特にないっすね。でも今から夜になるから、こら辺の木材壊しまくって、正直寝てもいいけどね。抗生物質。抗生物質に泣いたことあるからね。マジで。抗生物質に泣いたこと何回もあります。お、フリアいいね。フリアいいじゃないか。おー、しかも燃料促進剤もあるし。結構いいのが来てますな。下の水が出来上がったっすね。じゃあ水を取り行こう。あ、ちょっともう火が危ね。ここ水を作っとくか。技がね、なかなかやり手ですから。本は結構優秀なんですよね。燃やしやすいんで、最初の着火が。道具箱。矢尻か。ボンって感じか。夜の中を進んでいって、夜を進んでいって、で、フレア使って公民館まで行くってのも正直めちゃめちゃありですね。あとは？なんかやることは？こっちの方がいいか。服がないからね。0.5 ミトンを修理したら結構熱いのかな。布がないんだよね。どうすっかな。そうね、温めコーヒー温めて。確か、あれは作ったっすよね。コーヒーはわからんけど、とりあえずローズヒップティーを作って、これを飲んで、で、松明持って外に出かけるか。よし、これで行こう。まず次行くときは、小屋かな。多分襲われてくる気がするが。どっちやったっけ。どこでしたっけ。ここの農場の出口的なとこって、こっちから来たからこっちではないな。こっち行くか。とりあえず多分クマ来てると思うんすよ。そこか、農場出口は。そろそろ熊が来るから、来たらもう即フレアですね。火炊いてもいいけど。で、フレアを使うのも、正直もうフレア、持っててもいいかなぐらいだけどね。でもまあギリギリまで、松明を持っとくか。ずっとこっち走っていったら、あ、来たね。来たっすね。いつもこれで失敗するから。よし、うまくいった。
今までの経験でいけばこの状態で襲われないと。で公民館まで行けると。公民館にさえ行ってしまえば服装とかがだいぶあるし、で今コーヒーも持ってるし、ただ今襲われたら相当やばいですけど。ただ結局これ曲でビビらしてきてるだけで、フレアは持っとけば襲われねえんじゃねえかって僕はマジで思ってるんですよ。実際一回試してるから、試してるからこんな言うてるけど、結局こう持ってずっと走っとけば襲ってこないと信じてます。今までの調査によると、あたりの独自調査です。で十二分にこんだけフレアがあれば、途中寒さも多分温めボーナスのローズヒップティーが効いてるからいけると思うし、あとはとにかく公民館っすね。あそこら辺の家のところら辺の探索しまくったら相当アイテムが揃うん で体力を満タンにして、でコーヒーもあるし温め状態も入って一気にいけると。完璧すぎますわ。今までのミスを全て帳消しにするような積み方な気がしてます。いいね、多分ここの橋を抜けたら公民館とかですよね。確かこっちの手前にもモーソンズクロッシング家もあるんですよね。狙い通り。ここって公民館かな。公民館か。オッケー。狙い通りっすわ。とりあえず。I think I can use this. とりあえず狙い通りっすね。ここで一晩過ごしましょうか。全部探索して。服が欲しいね。あとフレア。正直シーツとか、シーツというかカーテン破きたいけど、カーテン破いてる時間が、フレアがなくなるから、ちょっとそれはやめよう。水汲んで、コーヒー祭りはもう開催したから、消毒薬。ここら辺は全部破き。シャハイキング靴。靴ゲット。燃料促進剤。オレンジソーダ。いいぞ。今回は、今までのようなミスはしたくないっすね。オーエバーか。木炭取って。電子レンジ。よし。もうここら辺から先は服はありえないですね。服に関しては、違うとこの家で探すか。そんな疲れてないですからね。I can always use more food. 体力は回復させたいんですよね。全然ねえな。そろそろフレアが終わるね。よっしゃ、ハーブティーきた。戻ろ。戻って、ここに火をつけて。よし。で、
ハーブティー祭りですね。いかにロングダークのクリアするコツはいかに祭りを開催できるかですね。全然ビビりません、これぐらいで。全然何も思わない。全然何も思わない。全然何も思いません。あるあるあるぐらいで。ある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 。それぐらいの余裕があります。Come on. Come on. アブティマトリス。ハーブティーマトリス。でね、松明持って、探索の続きですね。おー、いいね。ライトフルジャケット、ヒーターで、引きましたわ。いいガチャ、SSR 来た。SSR 来ました。いや、これだいぶ、だいぶいいぞ。Hope nobody needs this anymore. だいぶいいぞ、これは。ピーナッツバターか。よし。もう全部やり尽くしてるような気がするんですけど。出来上がってね、ハーブティーが。ハーブティー祭りです。13分。うまい具合っすわ。ハーブティーを作りながら、カーテンを剥がすという。技ですよ、これ。なかなかの技です。もうないか。じゃあ、OK。もう暗いから、きついかな。暗くてもいけんのか。暗くてもいけるんですね。すげえ。これありがたいっすね。めっちゃありがたいんだけど。若干見えるな。若干見えますよね。ここにタオルがあるんですよ。アホほど塗ろうね。そんないるっていうぐらい。爆睡決めますか。このベッドでいいや。お腹空いてるからお腹を満たして寝たいですね。缶切りが生きる。7時間ぐらいかな。できたらマックスにしたいんですよ、体力を。今から浅いなのか。ハーブティー飲めばよかったな。しまったっすね。まあいいや。良質なる休息を得れたっすけどね。あと1時間寝ます。ただめちゃめちゃ明るいと思うんで。OK。よし、じゃあ。ズボンはないっすよね。変態だけど。ここ直しときますか。
これはでかいっすよ。そんなあったかくないですね。意外と。意外とそうでもないんだな。まあいいっすわ。多分今からいろいろとゲットできるんでしょう。勝てそうに睨んでます。行こう。ちゃんと回収できたよね。爆弾だけでもゲットしていくか。よし。全部やったよね。やるべきことはやったよね。よし。あとは、ここら辺の家のところをガン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 回っていって、いい服装、いい状態にして、沿岸のハイウェイを目指すと。ちゃんと全部開けって言いたくなるけどね、本当に。高エナジードリンクでかいね。高エナジードリンクはでかいっすね。特風土管、塩クラッカー、高エナジードリンク。なんかさっき、前来た時も高エナジードリンクがあったような気が。ずっとこの時は、抗生物質を探してましたからね。アホみたいに。アホずらして、抗生物質探してましたよ。新聞紙。ここもあんのか。ずっと、サビットソーダ。ね。服が欲しいね、ズボンとか。I'm gonna have to leave something behind. ズボンとか欲しいね。ああ、いいね。言うたら出てくるで。言うて見るもんですわ。おお、すごい。なんか一気にいいのが入った気が。一気にいいのが手に入りましたよ。こんだけだっけ、ここって。これで全部だっけ？これで全部か。マッチ。チゲットして、キャンディーバー。スプレーがあるけど、もうスプレーもいらないでしょ。ランタン燃料。アイホセット消毒薬か。オッケーっすねー。こうやってよねー。オッケーっすね。よしよしよし。フレアがあれば。ありがたいけど、なぁとか思ってるけど、そこまで言うと、贅沢かな、さすがに。ある程度寝ると、クマがいなくなるんですかね。いいね。これでクマをちょっと足止めできるんですよね。オオカミを寄せることにもなるかもしれないけど、オオカミは火焚いて松明投げときゃ、どっか行くからね。メープルシロップ。いや、だいぶいいアイテムが揃ってますよ。カニック。これで2つおとりができましたね。いや、これはもう俺にクリアしろと言ってるようなガチャの流れですわ。これはあたいにクリアしろと言ってるようにしか聞こえない。 This pack is getting too heavy to carry. 結構重たくなってきてますよね。それは知っとるんですよ。荷物が、装備の充実っぷりがやばいっすよ。ほら、ここまでいい状態に持っていって、正直普通にやられたら泣きますね。
それがあるんですよね。結局こんなにいい状態にしていって、途中でやられたら、あそこまでいろいろ苦労した、下準備した処理、なんだったんって。ほんと痛くなるんだよね。水はもういらないね。あ、一応しゃがんで。あとは、いいっすね。あとは下の保温下着があれば完璧なのか。めっちゃありますよ。めっちゃありますよ。だいぶ暖かいですよ。走れないのかも。あと1個か。プレイヤーがあと1か。まあ前みたいに抗生物質を探す旅じゃないから、だいぶ楽しい旅ですよ、この旅は。今回の旅はだいぶ楽しいですよ。抗生物質を探す旅とかも終わりですからね。個人的には。なんだ抗生物質を探す旅も。3つかな。3つマンボグローブさん。革靴か。靴はいらないけど、ね、修理したいね、ここまで来ると。まあ、どうせクマに襲われて、どえらいことになるってのは分かったんですけどね。一応対策が、結構前よりできてるな。おとりを置ける、フレアあるなんて。で、おとりを置いてるときにどれくらいの時間耐えてくれるかというか、こっちに向かってこないのかっていうのは、ちょっとまだやったことがないんでね。それの、お、ちょっとこれコーヒーじゃないですか。これまた途中でコーヒー祭りですね。祭りちゃんです。これ第2回コーヒー祭りは確定です。Still eat this. よし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 。やっぱりフレアがあるとちょっとチート的なアイテムなんていうのがなってるんでしょうね。そうそうフレア出てこないっすわ。電子レンジ中なし。これ開けたよね。いいね。ああ、いいやー。ちょっと待って、待って。結構重たいっすよ。いらんのを捨てますか。カンカン。木炭いらないんだけど。服は意外といる気がするな。何が重いかな。うんか。もう一個置いときたいっすね。あ、待って、すべてじゃない。何個か持っときたい。これ。楽しいガチャを続けますか。し、ということで、まあ、保存ここ入ったんで、ここで一応終わっときますか。服をもうちょっと、まあ、いい状態にしたいなと。あと、特にこれっすね。ここを良くして、ちょっと調整できるところがある感じっすね。で、今、昼なんで、まあ、これで一気に今回、プレザントバレー、装備整えたら行ってもいいかなっていうふうに思ってます。
おとりも置けるから、おとりを置いたら、まあ、これで時間稼げるでしょう。今回いけるんじゃねえか。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。